いくら油を刺しても機械に家族なんかできませんよ。そろそろ始まりますね。オペレーター 210 から 9S へ、聞こえてますか？聞こえてますよ。夜ハブ隊降下作戦が開始されました。速やかに敵拠点の防衛システムを解除してください。了解しました。4箇所、目標の周囲には敵の反応がありますので、まず排除してください。
アクセスが可能になりました。はいはい。はいは1回でいいです。はい。完了。次の目標へ向かってください。ハッキング完了。残り2カ所です。残り1箇所です。いやー、意外と面倒くさいですね。作戦中の信号は認められません。はーい。
防衛システムのハッキングを完了しました。これで攻撃部隊の侵入が可能になります。引き続き侵入した攻撃部隊の支援に当たってください。いいのが暴れてますね。ミサイル発射。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。 2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。トゥービーさん、何か。僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。すみません。それと3はつけなくて。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービしているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。ブロック43から10分、機材移動中。作業班 A は
何？旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは？ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。報告、敵機体解析完了。侵入経路および脆弱性を発見。 HUD 表示。ハッキングして弱体化させる。
音声ユニット回復、周辺環境を確認。修復する。ポット、止血ジェルとロンリーウイルスワクチン。それと。非推奨。当該 9S のバイタル低下は、この場での応急処置。うるさい。いいから出して。トゥービー、言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦い。誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。迎撃する。しました。今から援護のためにハッキングします。トゥビー、敵機体の上腕部のコントロールをポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。従属化を完了。 2B 敵ユニットの奪取に成功。引き続き防衛継続。2B の記録データパッケージをアップロード開始。警告、機体 9S のデータパッケージが未更新。いいんだ、先に
2B のデータをアップしてくれ。了解。壊れろ！すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。さてと、そろそろ時間だな。 2B さんのセットアップを手伝いに行かなきゃな。多分もう部屋で待ってるだろうな。失礼します。あ、もう始めてるみたいですね。トゥービーさん、聞こえますか？起動セットアップを始めますね。まずシステムの明度設定を確認してください。あれ、明度調整の方法分かりませんか？どこかの入力に対応してると思うんですが。
それでは早速始めますね。一つずつ調整していきましょう。まずはそのまま明度の調整お願いします。トゥビーさん、この値で大丈夫ですか？了解です。あ、そうそう、セットアップのプロセスは一応記録させてもらっています。それでは次は音声認識の設定です。音声認識の設定がミュートになっているので調整お願いします。今から実際に呼びかけるので僕の声が聞こえるようにしてください。トゥビーさん、聞こえますか？もしもし、聞こえるように調整お願いします。僕の声が聞こえる、これで問題ありませんか？ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。なんだ勝手に心拍数が上昇してる。なんだこれ、俺正常値に戻った。俺自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください、すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。 OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう、心配はいりませんよ。僕たちナインエスモデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。ナインエス。え、なんでしょう？継承はいらない。え、私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。トゥービーさん、あ、いや、トゥービデータをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。ああ、2B か。メンテナンスは終わったのか？はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが、任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のヨルハ部隊員がアサインされていたんじゃ？
専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。使用方法を表示しますので確認してください。了解。情報漏洩を防止するためなので我慢してください。了解。頑張ってください。